恩衆の際。の遠兵が到着した。最後、敵に逃れる術はない。
一万の怒り、刀を合わせるぞ。しばし勝利の余韻に浸った。次なる敵はクロードが相対したどの相手よりも手ごわい。敵の掩兵が到着した。八幡の怒り、敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。八幡の怒り。
静かに敵を葬った。八幡の怒り。迫る戦いにただ備えるのみだ。クロードは次なる敵を一目見るなりゆっくりと息を吸った。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。
くらえ。この敵は退く気などみじんもないようだ。クロードの眼はぼやけ始めていた。イザナミの言い訳。クロードといえども次の敵は容易に勝てぬ手強い相手だ。死は彼方から敵の体を貫いた。
らなる敵が向かってきている。助かった。クロードは息を整え次の戦いに臨む。たちの錆となれ。鬼の真の像はゆっくりと動く。これでクロードを殺せると敵は固く信じている。明らかになったようだ。力を合わせるぞ。助かった。弾けない。我が太刀を浴びよう。助かった。この敵は
退く気など微塵もないようだ。敵を葬った。八門の怒り。クロードは戦いに備え立ち上がる。敵は次なる戦いに備え陣を組んでいる。最後の敵を切り、辺りは静まり返った。助かった。お主に礼を言おう。クロードは次なる敵を一目見るなり、ゆっくりと息を吸った。八門の怒り。我が立ちを浴びよ。くらえ。八門の怒り。
鬼を四の国へと送り返した。もう深い傷を負う八幡の怒り。敵は全て切り捨てた。クロードはまっすぐ歩みを進める。次の敵を撃つために。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。